デビット・バーコウィッツデビット・リチャード・バーコウィッツはアメリカ合衆国の連続殺人者。1976年から1977年にかけてニューヨークで犯行を行ったニューヨークブルックリンクの出身。本名はリチャード・デビット・ファルコだったが夫と別居状態にあった実母が不倫の末に儲けた子だったために生まれて間もなく養子に出されて ファーストネームとミドルネームを入れ替えた、新しい名を与えられた。学校では、問題児で、学習の意欲をなくすと共に飛行に走るようになり、窃盗、放火癖を持つようになった。さらに、養母の病死に伴い養父が再婚したことにより、家庭とも疎遠になっていく。1971年に、アメリカ陸軍に入隊し、ベトナム戦争への参加を拒否したために代わりとして、 アメリカ国内の基地や韓国の米軍基地で勤務。1974年に名誉除退その後は1977年に殺人罪で逮捕されるまで郵便局員として勤務。デビットが送った手紙1976年から1977年にかけてニューヨークで若い女性やカップルら13人を44後継の回転式拳銃である。 チャーターアームズブルドッグやショットガンで銃撃、一人一羽刃物で刺して六人を殺害し、八人に重軽傷を負わせた。被害者に性的暴行を加えておらず、金品も奪わなかったが、サムの息子という名で、マスコミや警察に尻滅裂な内容の手紙を送りつけた。1977年8月10日、ニューヨークに隣接するヨンカーズで逮捕される。その後、 殺人と共に2000件の放火を自供、その模様を詳しく記録していた。裁判では、弁護側は、精神異常による無罪を主張したが、陪審は有罪を表決し、ニューヨーク州に死刑がなかったため懲役365年となった。現在も模範州として服役している。ありがとうございます。